こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、レッドブーツですね、ジェフ・ベックのやつですけど、上原ひろみちゃんもやってたりとかしてですね、あれちょっと解説してくださいってだいぶ前に言われたんですが、なかなか手をつけれず、今日やってみたいと思います。全部じゃなくて前半の方はまた今度やろうと思うんですが、もう8分の7のところね、あそこが面白いので、8分の7拍子の演奏法っていうところを、最初の基本からやっていきたいと思います。まずはですね、原型は4分の4の原型を使って、そこから8分音符を1つカットして、でハイハットのオープンクローズを使いたいんですけど、ひっくり返るのでオープンの方だけやって、クローズからの方だけやって、でオープンクローズやってひっくり返るというね。でこの曲ダッダッダバラダッザンダッダッダバララってこうひっくり返るから、このハイハットをひっくり返ったらここにくっつけていきたいと。でダバララってベースがシンコペーションするとこうスネアをずらして合わせていきたいというね。でここら辺ができると、でフィルインっていうのはワンツースリーのとこフィルインするんですが、そのワンツースリーができるようになってくると、その手前に引き伸ばしでフィルインを入れると、長いフィルインもできるようになりますよというお話ですね。では最初からやっていきたいと思います。はい、まずはですね、原型4分の4拍子のところですね、ここのところですね。普通にドンとパン、ドドンとパン、ドンとパン、ドドンとパン。で、タカトコトコトコっていうのを、入れるんですが、これこの譜面通り2回一緒にやっていきたいと思います。それではまずは原型を聞いてみましょう。はい、それではですね、今の4分の4聞いていただいたところの、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ここの最後のハイハットが消えるんですね。で、ここもタカトコトコトコだったのがタカトコトコトンになります。この感覚が身につくと、ここがすごくなんか突然スリップしたみたいな感じに聞こえるんですが、慣れると気持ちよくなります。じゃあ聞いてみましょう。はい、それではですね、ハイハットのオープンクローズをやりたいんですが、いきなりやると難しいので、先にこのチーチキチーチキチーチキチーチーチキチーチキチーチキチーでやって、フィルインは一緒のままですね。このパターンを聞いてみましょう。はい、じゃあ今度は反対ですね。今度はチキチーチキチーチキチーチチキチーチキチーチキチーチでやっていきます。聞いてみましょう。はい、そしたらですね、そのフレーズを頭で覚えておいてですね、これを交互にやると、なんかさっきのところで切り替わるんですよ。チーチキチーチキチーチキチー、ツキチーチキチーチキチーチ、チーチキチーチキチーチキチー、ツキチーチキチーチキチーチっていう風に聞こえますので、これちょっと難しいですけど、頑張ってやっていただけたらと思います。これができるとね、8分の7が大きく取れるので、聞いてみましょう。
はい、そしたらですね、今のチーチキチーチキチーチキチーをやりつつ、ドッツとタンツとドンツパン、ドンツとタンツとドンツタンが乗っかってきます。まあ、ここ書いてないですけど、タカとコとコは一緒ですね。聞いてみましょう。はい、それではですね、今のやつをやっていって、ここのリズマもこのパターンで、今のやつのね、スネアずらしたパターン、ドッツクタンツクドンツタッツドンドッドンドッタバラダっていうのをやりながら、でここはタカ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 タタトトトトタタンタなんとかタカトコトコ、なのでなんちゃらなんちゃらタカタカタカトコね、っていう具合に感じてもらえば、こうドラムソロのこのフィルインのところがね、なんか自由に歌えるようになると思います。それでは聴いてみましょう。それではですね、レッドブーツのベースラインをですね、まあ、メロディーが入ってくると、まあ、著作権上に問題が出るのでベースラインだけ取ってもらったので、ベースラインの上でちょっとこう今みたいなことを行ったり来たりして感じてると、こういうふうにまたいでいけますよというデモンストレーションをやってみたいと思います。じゃあ聴いてみましょう。はい、ありがとうございました。それではですね、今みたいな感じでできると思いますが、次回はですね、こうこのフレーズをもっともっとこう3でまたいでいったりとかするっていうのやり方をすごいするんですけど、もっと自由にこう7の上なんだけど、こうもっとずれていったりとか自由自在に叩いてる感じにしようと思うとどうするかっていうのは次回やりたいと思いますが、まあ、今日みたいな感じで7拍子ですね、慣れると最初気持ち悪いんですけど、やっぱり慣れるとめちゃめちゃ気持ちよくなるので非常に楽しい音楽だと思いますので、これなんかね、やっぱりやり始めると、まあ、変態的なねフレーズがすごく増えてくるんですが、まあそういった形で楽しんでいただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。